横川グループは建築家、工学博士、横川民助が創業した企業グループ。当時、日本を代表する建築家であった横川民助は、実業家としての才能にも恵まれ、三井元方から独立し、横川公務所を設立したことを契機に、横川協梁製作所、横川電気製作所を相次いで設立し、横川グループの基礎を築いた。その他、 横川グループの持ち株会社として、横川元方、東亜鉄工所なども設立し、この5社を横川5社と称し、現在でも横川グループの源流企業と位置づけられている。しかし、戦時中、軍事の増大に伴い、横川5社のうち、横川協梁製作所、横川電気製作所は、多額の増資が必要となり、創業家である横川家の持ち株比率が低下した。 ことから、横川元方を中心とした持ち株会社体制が崩れ、戦後、横川5社は、資本的には、自主独立の経営を行った。現在は、横川ブリッジホールディングス、横川電機がそれぞれグループ会社を要しているが、この2社と、横川建築設計事務所を含めた3社の間では、横川グループとしての公式な活動は、行われていない。ありがとうございます。